いや、このデーモンめちゃくちゃかっこいいっすね。このお面がデザインいいっすね、やっぱ。ちょっと素体が欲しくなっちゃいますね。はい、皆さんこんにちは。今回はマーベルレジェンドのインナーデーモンとミスターネガティブを紹介します。結構インナーデーモンの付属品が多くてすごく楽しみなんですよね。はい、早速開けてみたいと思います。はい、開封してみました。ネガティブの方はですね、この付属品が結構豊富で、このバットだったりとか、このナタですかね。で、あとこの銃が2つついてますね。はい、でこの銃もこう撃った後の煙のエフェクトだったりとか、こういう感じですかね。あとこの弾が出てる時のこの火のエフェクトみたいなのがついてますね。はい、であと握り手ですね。でも豪華ですけど、これ差し替えの顔が2つもついててすごくいいですよね。これスーツキャラのやつにこうつけたら、こうネガティブ軍団が作れて面白いですよね。はい、で本体の方見ていきましょう。これはこうマスクのデザインがめちゃくちゃかっこいいですよね。はい、多分首はいつものあの鉄アレイの形のものだと思いますね。はい、まあ、干渉するものもないので結構動くんじゃないですかね。はい、でもまあ通常通りですかね。はい、二重関節ですね。ジャケットが多分もしかしたら脱げるかもしれないですね。まあ、ジャケットなかったらもっと動きそうですけど、まあちょっとそうなると腕だけ黒いことになるんで、ちょっと見た目がおかしくなっちゃいますけどね。はい。でもズボンのシワは結構細かく表現されてていいですよね、これ。で靴もこの革靴のこう、テカってる感じがこう出てていいですよね。バットなんかかっこいいですね。この手下感がすごくやっぱいいですね。この銃もなかなかあんまり見ない銃で、なんかかっこいいですね、これ。この撃った後の煙のエフェクトっていうのが結構珍しいんじゃないですかね。銃の形もなんかかっこいいですね、これ。みんなでもそんなところですかね。でミスターネガティブの多分形はほとんど一緒だと思いますね。そうですね、素体の あのちょっと細いですね、腕とか。あれほとんど一緒ですかね。顔がなんでこうなってるのか、ちょっと自分わからないですけどね。で、これもこう炎のエフェクトがついてて、こうなんか他のフィギュアにも使えそうですよね。で、付属品はこの剣がついてて、このここにこう黒いこう炎のエフェクトがつけられるようになってますね。どういう能力か、じゃあ自分も後で調べてみたいと思います。はい、なかなかこの炎のエフェクトもなんか今までにあんまないような形だと思いますね。新規なんですかね。首がこれ、あ、こっちのタイプなんですね。これは鉄アレイタイプじゃないんですね。こっちは鉄アレイタイプなんですけど、ちょっとここは
もう鉄アレにしてほしいですけどね。ちょっと角度のつけ方これだとやっぱり制限が多いですね。見た目的にはこう白いスーツでこう黒い方がなんかかっこいいですけどね。デーモンが結構いろいろ使えそうで面白そうですね。ちょっといろいろ絡めて撮影してみますかね。はい、ちょっとポージングしてみようと思います。I am crooked, you're clean cut.